僕、もう一つ本当にあった怖い話していいですか？はい、いいですよ。結構前に遡るんですけど、うん、僕は高校生の時、うん、高校受験勉強してたんですね。うんうん、休日とかも受験勉強して、うん、友達と一緒にこう、勉強し終わった後、ご飯を食べたりするわけですよ。うんうんうん、うどん屋さんに行ったんですけど、うんうんうん、そううどん屋さんにまあチャリンコでビューンって二人で。夜ですか？夜です。うん、夕方の、6時とかですかね、でその季節がちょうどもう暗くなるぐらいで、あのまだ光は残ってるけど、うん、薄暗くなってきた時間帯にうどん屋にこうチャリンコを止めた瞬間ですね、うん、うどん屋の隣に空き家があるんですよ、うん、なんとか下宿って書いてあって、うん、昔下宿で使われてたけどもう草も生い茂ってて、うん、もう使われてないような古屋ですよ、うんうん、でチャリンコ止めた瞬間、うん、その古屋の2階の窓に、うんちっちゃい子供の手でバババババババッつってもう手でバーって窓を叩かれたんですよ。もうその時めちゃめちゃビビって、うん、友達ともう1分ぐらいうおーってなってたんですけど、うん、絶対いたずらなわけですよ。あーなるほど。そうそう、空き家に忍び込んだ子供たちがいたずらで窓をバババババって叩いたんだと思って逆にムカついてきて、ほうほうほう、俺たちをビビらせ、高校生ってそうじゃないですか、もう俺たちをビビらせやってふざけんなということで捕まえに行こうと、おうおう、そいつらをいたずらしたやつ、そうそう、いたずらしたやつらを懲らしめに行こうということで、うん、チャリンコをそのまま止めて、うんうん、で、空き家をちょっと入り口を探そう、うん、もうぐるっと回ったんですね、はいはい、そっちが塀側だったの、うんうん、もうぐるっと回って、うん、そこで一番ゾッとしたのが、うん、裏側が全部取り壊されてるんですよ。そう。だから、こっちの道路面に即したところは、その、建物がまだ残ってるんですけど、逆側に回ったら、取り壊されてるんですよ。で、階段もないんですよ。貧乏ちゃまの家みたいな感じですよね。それはわかんないです。まあまあ、取り壊されてて、その窓に人がいるわけないんですよ。まあ、張りぼてじゃないですけど。張りぼてじゃないですけど、その階段がもう壊れてるんですよ。その半分ぐらい。表しかないってことですよ、はい。で、工事がずっと、そう、されてないんですよね。止まったまま。止まったままで。もうそっから僕たちはもう怖くてすぐ帰ったんですけど、うん、それ以降2年ぐらいずっと取り壊されてなかったんですよ。でも僕は分かんないですよ、そこに何かがあって、うん、取り壊し途中でなんで取り壊さないか分かんないですけど、分かんないですけどすげえ怖いなと思って、僕幽霊は信じない派ですよ、もちろん、うん、今も信じてないですけど、あればっかりはちょっと、いや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 、なんて話してるんですか。あればっかりはもう本当に説明がつかない。してるんですか？え、二人見てるんで、僕だけだったらちょっと疲れてるのかなって思うかもしれないですけど。いや、どうするさ、はい、バカじゃないですか。なんでこんな時にそんな話で、僕、怖い話本当ダメなんですよ。いや、本当ですか？それでよく幽霊信じないなんて言えますね。いや、信じてないですよ、幽霊は。いや、幽霊いた方がいいですよ、絶対。なんで？もしかしたら、不老不死の方法かもしれないですよ。なるほどね。だって、幽霊がもし科学的に分析できたら、うん、幽霊になる条件とかを整理して、僕は幽霊になりますよ。マジですか？なります、なります、なります。ぜひぜひぜひ。結構面白い話が、世界各地で、小人っていう存在があるじゃないですか。はい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 。いろんなね。世界に背がちっちゃい民族はいるんですけど、うんうん、それは世界中にいるわけじゃないじゃないですか。うんうんうん、で、こう、小人っていうのが、世界各地にいると、うんうん。その小人の正体は、実は認知症だったらしいですよ。ある特殊の認知症になると、はい、ちっちゃい人間が見えるらしいんですよ。これはもう今医学でなんか解明されてて、なんとか認知症っていうのになると小人を見るんですよ、うん、決まって。だから世界中にどこの童話にも小人っていうのが出てきて、はい、その妖精たちは子供とか老人にしか見えないみたいな。それはこう、実際に、そうそうそう、病気らしいんですよね。なんかいろんな童話の怪物たちは、基本こう、病気説がありますね。すげえな。いきなり披露って言ってそんな言ってみたい。あの、僕そういうの調べるのが好きなんですよ。好きなんですか？はいはい。面白い。そういうの好きですよね。いや、面白いですよ。その、おとぎ話とかが、ただの作り話じゃなくて、理由があるんだよっていう。そうそうそう。不思議だと思うんですよね。だって、一度も話したことない民族同士が同じ発想するって本当に不思議だなと思っていて。なるほど。いい感じにみんな同じ発想を持ってたりするじゃないですか。その、まあ、男女がこうくっつくことは本能的にそうかもしれないんですけど、うん、それ以外もなんか説明がつかないようなものってあるじゃないですか。あります、あります。ヨーロッパと日本で同じぐらいの時代に同じものが発達するみたいな。確かに確かに。そう、面白いなと思って。はい。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よければチャンネル登録お願いします。